階段アミーゴ。幽霊だったらね、うわ、途中のその瞬きもしないとめちゃめちゃ怖いじゃないですか。あ、違和感ですね、うん、もう。それで思い出した話があるんですけど聞いたのはいつだったか忘れたんですけど、結構前に、ライブの後にロビーで話してくださった方がいらっしゃって、でこの方、男性の方でぱっと見僕より年上かなっていう方なんですけど、その彼が小学生の時の話らしいんです。で通学路ありましてですね、朝はですね、なんかあの近所の子たちとグループで登校してたらしいんですよ。で帰りはもうおのおのだったもんで、いつも一人で歩いて帰ってた。とはいえ一人じゃなくて、例えば隣のクラスとかにも同じ方向の友達なんかがいたり、同じクラスにはあんまりいなかったけど、あの組とあの組もあってれば同じ方向の人いるからなって、タイミング合うと 3,4 人で帰るようなこともあった。ただタイミングがなかなか、なんか下校の時間タイミング合わなかったりで、一人で帰る時もちょこちょこあったらしいんですけど、この下校中の道の途中にですね、まあ、そこ車通りもほとんどない細い道なんですけど、とある廃屋が一軒ありまして、でここがですね、もう小学校入学して何年も前通るために、ここ古い家だなと思ってた。でも取り壊されてはないんです、ずっとある家で、で家の建物の外に塀がないタイプというか、建物のもう壁がもう道路からパッと見れる。で小学生の身長的にはちょっと高い位置に感じるこの窓みたいなのもあって、大きな窓もあって、でその前を通るん でそういう、ね、やっぱ廃屋が近くにあると、まあ、小学校特に低学年の時はお化けが出るなんて勝手に言ってたらしいんですよ。実際にじゃあ見た人がいるのかって言われたら、誰も俺見たとは言わないんですけど、あそこお化け出るぜ出るぜみたいなことはみんなで言ってた。でも明らかに人が住んでない、もう壁はもう老朽化してすごい色になって傷んできしんでるし、でなんかあのつるみたいなのもなんかもう場所によってはこうガーってなっちゃってて、でおそらく庭だったであろうこの壁の向こう側というかエントランスあたり、ここ草がボーボーなんですよ。手入れしてないのも丸見え、もう何年もこの状態、絶対中に人いないよねっていう状態の、そこをですね、この日もですね、歩いて一人で帰ってて、で一人で退屈だったもんで、石ころとか蹴りながら帰ったことあります、うん、なんかそれやってたらしいんですよ。一個この石だっていうのを決めて、それを、どこまでこのなんか取りに行けないところまで行っちゃったらしょうがないけど、カツンカツン蹴りながら、足で蹴りながら、こっちに行ったらこっちから蹴って、こっちに行ったらこっちから蹴ってって家に向かってやってたら、その途中でこの石をまっすぐ蹴ったつもりが、やっぱ石って形いびつだから、カツンカツンカツンつって、そのガンって当たっちゃったんです。それがその家だったんです、うん、で、あ、家に当たっちゃったと思って、でそこ自分また蹴り直しに行くじゃないですか。で家のそばまで行った時にちょっとかがんで蹴ろうと思ったら、コンって音がしたんですよ、頭の上あたり。自宅で叩いたことあるから分かるんですけど、壁っていうよりは窓をコンってやった時の音に近いなと思ったんで、あれと思ってパッて見上げたんですよ。するとちょうど顔のちょっと上あたりなんですけど、もうおそらくホコリがついちゃってるだろう、もうあんま透明じゃなくなってるガラスなんですけど、その内側からおじさんがこうやって見てるんですよ。でそれが全く瞬きしないでずっとこっち見てるんですけど、びっくりしすぎちゃって動けないです。金縛りとかじゃないんですけど、なんか硬直しちゃって動けないで、ってなってるんですけど、おじさんまばたきせずにずっとこっち見てるんですよ。でその状態がすげえ怖くて、っていうところで、もうそっから先がもうあのその後気を失ったかもわからないけど、病室にいたんですって。へえ。ほう。自分の皮膚、赤いまだらがすげえいっぱい出てて、で両親も心配しててっていう状態で、そこがすごいうずいて痛くて、それと同時に呼吸がうまくできないんです。でそのたまにもう死ぬんじゃないかっていうぐらい、はっはっはっっていうなる状態で、あしゃっしゃってなってたら、それが原因が自分では何でか分かんない。であのおじさんを見てからだっていうのも、正直そのベッドの上で気づいた時には忘れてたんですって。でその後ちょっとずつあのベッドの上で過ごすようになって、そういえばあの
窓の内側からおじさん見てあそこから記憶ないんだよなってなるんですけど、もう最初に目が覚めた時はもう何もわからない、ただ呼吸がしんどい、ああどうしようどうしようという状態で、すげえ大変だった。でそれも大変すぎて、子供の時だしあんま覚えてないんですけど、俺もしかしたらあのまま死んでたかもしれないですよねみたいな感じで言ってくださったんですけど、その後、入院中にあのおじさん見てからだよな、あれって何だったんだろうなと思った時に、両親ともやっぱりその話にして、僕あそこの廃墟でおじさん見てそれからなんか記憶がないんだみたいなことを話してると、両親が結構まあ、子供にあまり見せない表情というか深刻な表情をしてて、あんたね元気になったら聞こうと思ってたことがあってねっつって、あんたねこう運び込まれた時ねもうすっごい臭かったんだよって、汗臭いとかじゃないのっつって、ほこり臭かったので、あんたが着てる服それ嗅いだらもうすっごいもう袖中もう全部ほこりまみれになってて、あとどこ行ったのかなと思ってっていう話をされて、でもいや僕そんなほこりまみれになるようなとこ行ってないよって言うんですけど、あれあの窓の内がほこりまみれに見えたし、このなんかこのうずく感じとかまだらな感じが、ほこりの話をされる頃には収まってたはずなのに、されてまたうずき出した、あれこれってもしかしてなんかあそこの廃屋と関係あるのかなってなったけど、この状態が悪くなってってなったから両親が話をやめてそれっきりですっていう話です。へえ、気持ち悪い。なんか伊藤純二さんの漫画の世界みたいな確かに漫画っぽいですね。確かに、うわそういったらもう関わろうとするともダメなんですよね、もしかしたら。でもその記憶なくなった間絶対その家に入ってますよね。分かんないですよこれは。絶対入ってますよ絶対入ってます絶対なんかリンクはしてそうな気がしますよね。で実は入ってるかどうかはあれですけど、うん、もう完全にその埃にまみれたおじさんと自分がもうリンクしちゃってるというか、うん、シンクロしちゃってるみたいな。なんか僕最初聞いて思ったのは、はい、あの石のコーンがノックみたいな意味合いを持ってしまった、はあ、だから読んじゃった向こう側から応答してくれたんじゃないかみたいな、分かんないですけどね。やっぱりもうさっきの話も通じるかもしれないですけど、気づいちゃったりとか向こうとの縁みたいなのがこう、うん、できてしまうともうこっちに来てしまうというか、なんかそういうものかもしれないですね。気持ち悪いですよね